ピーテル・サウトマンは、オランダの画家、版画家。ピーテル・サウトマンは、ハールレムで生まれて、ハールレムで亡くなっている。同時代には、フランス・ハルスやヘンドリック・ヘリッツ・ポット、ピーテル・クラース等がおり、サウトマンは彼らの影響を受けたものと思われる。6人兄弟の末っ子で、彼の実家は、ハールレムのビール醸造所ではレルトを所有しており、裕福であったようである。 アルノルト・ホーブラー県によると、サウトマンは、アントワープで、ピーテル・パウル・ルーベンスと共に修行した。ピーテル・サウトマン、ヘビに噛まれた、ラオコンとその、息子たちボルドー美術館像、女性の肖像セントルイス美術館、ハールレムの死刑団フランス・ハルス美術館像1624年に、ブワディスワフ4世がアントワープを訪問した際、ルーベンスは、サウトマンを優れた画家として紹介したようである。 同年、サウトマンは、ポーランドに赴き、宮廷画家となった。彼は1628年まで、ジグムント三世に仕えた後に、ハールレムに戻る。サウトマンは成功した、肖像画家となり、多くの集団肖像画の依頼を受けた。ありがとうございます。